フィリップ・ヘンリー・ニークロは、アメリカが州国オハイオ州ブレイン出身の、元プロ野球選手。右投げ右打ち。ニックネームは、ナキシー。MLB を代表する、ナックルボーラーの一人。5歳下の実定上ニークロは、元投手で、おいのランスニークロも元 MLB 選手。1958年6月19日に、ミルウォーキー・ブレイブスと契約。 参加マイナーチームでのプレーを経て1964年4月15日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。28歳の1967年に初の10勝を挙げ、50日間に及ぶストライキでシーズンが中断された1981年を除いて47歳の1986年まで19回の2桁勝利を挙げ、 シーズン20勝も30歳の1969年、35歳の1974年、40歳の1979年と3回記録している。この間、1981年を除いて、毎年200イニング以上投げた息の長さ、しかも現在のメジャーではまずありえないシーズン300イニング登板も4回あり、ここまでのコンスタントな活躍は驚異的である。 弟ジョーもナックルボーラーとして通算221勝を挙げた投手で、兄弟の合計勝利数539は MLB 最多記録である。1979年には日米野球で来日しているが、この時弟ジョーも共に来日し、日本のファンにナックルボールの脅威を見せつけた。1973年8月5日、サンディエゴパドレス戦でノーヒットノーランを達成。 守備にも優れ、ナショナルリーグのゴールドグラブ賞を5回受賞した。1980年には、ロベルト・クレメンテ賞を受賞している。1983年シーズンオフにブレーブスを戦力外となるが、これまでのニークロの活躍も評価され、翌1984年、ニークロの在籍時の背番号35は、ブレーブスの永久欠番に指定される。 同1984年よりニューヨークヤンキースに移籍。1985年には弟上もヤンキースに移籍。10月6日のトロントブルージェイズ戦でカンプ勝利を収め通算300勝を達成。46歳189日での300勝達成は MLB 史上最年長。同時にこのカンプ勝利も MLB 史上最年長となった。この時、 ジョーが真っ先にマウンドに駆け寄り、兄を祝福している。1986年開幕直前に、突如ヤンキースから放出され、クリーブランド・インディアンスに移籍。この年も47歳で11勝を記録。翌1987年も、夏までに7勝を挙げるが、地区優勝を狙うトロントブルージェイズに移籍。しかし、3回の先発で打ち込まれて解雇され、 引退を表明した。かつて所属していたブレーブスが、引退当番のために一試合のみの契約を行い、シーズン最終戦に先発。48歳にして、現役を引退した。ニークロのブレーブス在籍時の背番号、35。アトランタブレーブスの永久欠番に1984年、指定。40歳以降に121勝を挙げており、これは、MLB 記録である。 24年間の選手生活で一度もワールドシリーズに出場することなく引退し、これも MLB 記録となっている。ポストシーズンに出場したのも1969年と1982年のわずか2回のみであった。通算3342奪三振は歴代10位。投球回数5404回1、3は、 歴代4位だが、ライブボール時代開始の1920年以後のみに、登板している投手に限れば1位である。資格社年度の1993年より落選が続いていたが、1997年、アメリカ野球伝道入りを果たした。オいのランスは2003年にサンフランシスコジャイアンツで内野手としてメジャーデビューした。2008年に解雇されたが、 現在フィルの下ナックルボーラーとなるべく指導を受けているという。1964ピッチングギャミラグス。bas.referenc.com2013 e b a l l 年3月30日閲覧。ニークロが最後に300イニングを投げた1979年。以後でシーズン300イニングを投げた投手は、 翌1980年のスティーブ・カールトン唯一人のみで、以後30年以上いない。2004年6月25日放映、キャノンスペシャル野球、その素晴らしき世界より、ハット、イムバリシンナイトフォー・ニクロアンドエンジェルス、ツインズ、ピッチャー・イジェクテッド・ウェン、エメリー・ボード・イス・ファウンド、ミネソタ・ロンプス、ロサンゼルスタイムズ、1987年8月4日、ありがとうございます。